企画なんですけども、はい、平日の秋相方スケッチ大会。いいやろ、そういう季節だね。確かそう、秋といえば芸術の秋やから食欲やる、まあ、食欲もあるけど今回芸術の秋。確かにそうやってた気がするわ、学生の時やろ。でなんでね今回この企画をしたかというと、俺らのあのキッチンの方にあの不気味な妖怪がいるんですよこいつショート動画でね、もうね毎回毎回言われる、毎回言われる、あの絵何ですかと、後ろの絵が気になりますって、うん、結局新しい人が入ってくるわけやん、うん、みんな気になるわけよね、うん、あの化け物は何だと。そうで俺がこれさ、うん、もう5分か3分ぐらいでさ、うん、描いちゃったんよ、うんうんうん、で飾ったんやけど、うん、そんなに言うなら、うん、俺の最高傑作を飾ってやろうかなとちなみにこれ俺ねちなみにこれ俺だから一応俺が描いた、俺が描いたけど、うん、こんな適当に書いたもんはさね、うん、何ですか何ですかって言われるぐらいだったらさ、うん、なんかいや本気で書いてませんけどっていうのも尺や、うん、なるほどね。ちゃんとあの相方のしょうまとそう認識できるようなクオリティの絵を描きたいと。そうそう、何ですかじゃなくて、えっしょうまさんの絵ですよね、上手ですねって言われた承認欲求があるわけで今ちょっと。そうそう本気出しちゃおうかなと思ってなるほど。ちなみにあれ美術はさ割と得意な方なの、俊介は。得意な方ではある。うん、なるほどね。そうただ冷静に考えて、うん、社会とか、うん、英語、うん、数学、うん、こいつらがいるせいで、うん、得意になってんだかもしれないだから下が低すぎるアメージがねだから美術は本当は普通なのかもしれない他のができなさすぎてなるほどね。まあでもね、でもできる方なんじゃないかと。なるほど。まあね、今回は俺が被写体で俊介は絵を描くと被写体モデルじゃない、モデル、あモデルね、あ言っていい、モデルって言っていいじゃん俺被写体って言うんや一応とりあえずね今回はあのいい感じに俺を描いてもらったらと思います、okay、じゃあ早速絵まで行ってみようということで準備できましたか。おーちゃんと買ってるやんいいじゃんいいじゃんミスタースケートブックいいじゃんいいじゃん。絵の具でやろうかなと思って、おアクリル絵の具。なるほどね。で一応ね、うんうん、このプラクレヨンみたいな、これ100均。あーはいはいはい、じゃあ下書きこれでやろうかな。久々見たわ。早速ちょっと軽く練習型で描いてみていい、うんうん、あいいよいいよ。どんちゃんとかっこよく描いてほしいね。まあ言うて多分一番俺を見てる人だからね、俊介は。さすがにもう見なくても覚えてんじゃない、むしろ。どう出来栄えは。あーいい感じ。何点ぐらい自分で。65点。おーでも低いな結構、うん、まあ練習やから。練習やからね、とりあえずね。これはできました。できたか。よし、じゃあ手術がさっととりあえず書いたあの、うん、俺どうぞ。じゃんお前腹腹っやけお前腹っやけお前これ何すか、メガネ誇張しすぎやろお前これまあまあこれまあ準備運動やから。あ確かにね、まずペンを動かすね。そうそう、陸上選手もスキップとかするからさ。あ準備運動では。なるほどね、リラックスリラックス。美術もこれ準備運動やっぱあるんだ。そうそう、遊びはさておき、はいはい、っていうかさ、うん、ずっとこうやって描くのも尺やけんさ、うんうん、写真撮っていい。あいいよどんなポーズがいい。体まで撮るのか顔だけなのか。肩、肖像画ぐらい。ああなるほどね、ベートーベンみたいな。あーオッケーオッケー。じゃあちょっとかっこいい感じそれで、ね、これこれにする。これでしょ、これにする。一番かっこいいじゃん。わかったよ早速変えちゃっていい。いよいよ。まあイメージけど、うん、絵の具するから。ああ下書きは結構ざっくりはするかも。なるほどね。じゃあこの段階で見せてもじゃあ全然あれだから、もうほんと完成したのをじゃあ最後見せるって感じで。あーそうね、まあでも下書きぐらいは見せてもいいから。ああそう、なるほど、そういいんだ。絵描くのとかもいつぶりぶっちゃけ。でも高校は美術なかった気がするな。あそうなんだ。いや分からん、うん、中学はやってた俺ね。読書感想が、うんうん、読書感想文はね、やり直しもらうやつやったさ、うんうんうん、読書感想画ってわかる？え、初めて聞いた。マジか、うんうん、まあ、じゃあ視聴者の人はわかるから、うんうん、置いてけぼりにするなんでだよ読書感想画は賞状もらったんよ。へー。読書感想文はやり直しさせられたんよ。へー読書感想画がわからんからついていけないんだよ俺読書感想画は、うん、読書して絵を描く。あ、文は作文じゃん。うんうんうん。その本を読んでのその絵を。そうそうそう。想像した絵。そんなのあんの？そう。俺さ結構あのバッテリーとか小説。あ野球の？そうそうそう。あれとかやったらだからもう
キャッチャーとピッチャーがこうしてる絵を描くみたいな。あーそんな浅い考えじゃダメ。さすが優勝入賞したいとは違うんだやっぱり。そんな野球の話で野球の絵じゃないよ。あ違うんだ、もっと深いとこ。そうそう、そいつらだって物語があって、 あの悔しい、あの忘れられないあの打席っていうのがあるわけよ、はいはい、それをどう表現するかが大事。観客からうわいけーっていう顔してるやつがいる、それは多分家族。おうおう、でなんかこうヤジを飛ばしてるジジイもいる中で、監督ベンチの思い、うんうん、キャッチャーピッチャー の絆、うんうん、で打者の熱い戦い、それをどう表現するかやけん。みんな野球してる。お前先生やん、お前先生やんけお前。あそんなのあるよ、俺知らんかった、俺初めてそれ聞いたかも。あそうなんや、うんうんうん、読書感想文はあったけど。それで言ったらさ、俺中学なんだけど、俺中学の先生の担任が、うん、あの美術の先生だったよ。美術の先生やけんね、うん、なんかすごく緩かったというか、普通の先生よりもめっちゃ緩かったよね。あーなるほどね。で俺らね、なんか自学って言ってね、なんか自習学習って言って、うん、家で、うん、ノート1ページ自学1ページとかやったら、国語とか漢字1ページ分とか、うん、英語単語1ページ分とか、こう自分で学習内容こう考える。あ宿題は宿題ないよ。そう宿題ないよ、ただ1ページ何でもいいよみたいな。そう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 、とりあえず勉強1ページしてこいよっていうのが自学1ページって。あ漢字でもいいし、うん、算数でもいいみたいな。そうそうそうそ そうあるんやけど、俺の美術の先生がさ、うん、もう美術やからね絵描いていいと。なるほどね。そうだからね、絵描いていいけんね、もうみんなこう絵をね描くんや。だから漢字なんて書きたくないわけよ正直。あめんどくさいから。確かに。でもその究極を突き詰めたやつが丸だけ出して提出して帰ってきた。オッケーやった。オッケーなの。オッケーやった。美術だから。美術だから。一応絵も多分美術らしい。すげえな。めちゃくちゃ緩かったらしいだから。緩いねでも、うん。めちゃくちゃ緩いなって思って。けどそいつは今頃後悔してるだろうね。ああ確かにね。身にならない時間を過ごして。確かに。今頃、うん、生活保護でも受けてんじゃないの？ね、そういうタイプさ。あーなるほどね。ちゃんとやって、うんうんうん、えでも俺頭悪かったよ地頭。なるほどね。でもやってないやつに、うん、落ちぶれろって思うと下からね。で俺がやってない時はあの仲間を作る。やってない同盟を。なるほどね。お前もやらないようにしようぜ。そうそうそう、いや今日やらんでいいや。でもそれいいね、その授業じゃねえよ美術の先生、うん、いやめちゃくちゃいい人だったよ、めっちゃ仲良かったから俺。見るこんな感じ。おぉえこれ、しょうま。すごい、うまげやろ、うまげ。うまげな。タッチうま。うまげなだけ。ちなみに、いろんな芸術家ありゃ、ゴッホとかさ、うん、なんかピカソとかさ、うん、どういう系のタッチでいくの今回。今回は、うん、ベートーベン。作曲家や、お前、そいつ。音楽の感じ。あ、間違えた。ゴッホ。あー、ゴッホタッチでいくの。ゴッホさんでいく。なるほどね。定番のうまいじゃなくてもちょっと芸術家っぽい感じの江戸たちでいくんだ。いや、お前の方こそゴッホさん知らんやろ。名前だけ知っとる。ひまわりぐらいしか知らんもんだって。ゴッホ。あ、ひまわり知ってるんや。でもうん、それぐらいわかりますよ。バカにしといてくださいよ。ひまわり知ってるんや。ひまわりぐらい知ってるよ。名探偵コナン出てきたもんだって。あ、そうなん。うん、怪盗キット盗んだんじゃないかな確か。覚えてないけど。あ、ひまわりを。確かね。悪っ。悪すぎやろ。あいつ結構悪いやろ大体。怪盗キットや、それはやばい。ひまわり盗むのはやばすぎ。いや、盗んでくぜ名探偵って言ってたよ。言ってたよちゃんと。こうやってちょっと似とるやろ。そう、ちょっと似とるやろ。しゅんすけはなんか美術の思い出とかあんの？スケッチ大会とか。美術ね、中2やった気がすんな。なんか3年の時学校やったんよ。おうおう、各絵でも中2の時は外に出るんよ。あうんうんうん、佐賀城らへんやったかな忘れたけど。へー。で友達と喧嘩しとったもんね。うんうんうん、スケッチ大会、まあもう俺別にいいやと思ってね、うん、もうニコイチみたいな友達だったけど、うん、他に何人か友達おったけど別そいつのこと気にせず駆け寄ったさ。もう3ヶ月ぐらい口聞いてなかったもんね。あ、飯仲いい友達と。そう、うん、そうで書いてたらその友達がさ横に座ってきたんよ。もうなんちなしに。そう、うん、でおかしいよねって。かわいいな。仲直りした。そっから
からまたね喋るようになったんやけどね。めちゃくちゃいいやん。いい話やろ。めちゃくちゃいいやん。だからじゃあ今見てるあの喧嘩してる友達がいればね、スケッチ大会でもし仲直りできるかもしれないという。ああそれはあるね。スケッチ大会はマジそういうきっかけかもしれない。ね、あやばめっちゃ腹立つ。なんかちょっとイケメンイケメンになってきた。ほんと？うわめっちゃイキってるこいつどんな感じどんな感じ。これですね。これでこれでって何イキったんだよお前。まあもうちょっと時間もあれやけんいろいろしていこうかな。早えな。まあ、いいや。絵の具すんのじゃあ。うん。じゃあせっかく買ったんでねこれ。確かにね。もう途中経過見せてもあれやから。そうね。もう一気にズバッともうあとは。うん。完成形。完成形をじゃあ見せて。うわあっと。では一旦完成までレッツゴー。ということで、あれから2日が経ち、俊介があの絵が終わったということで、そう、寝る前にちょっとずつ、うん、2日か。ずっとこう地道にね、描いてきた。え、どう完成度は？完成度？うん。200万点。おお限界突破自分の自己ベスト超えてきたわけね。超えすぎた。すごいね。見ちゃう？見ちゃっていいじゃん。ちなみにみんなが思ってる実力はこれですよね。30秒くらい書いたやつね。30秒くらい書いたやつ。そう。で、まあ、3日間って言っても1日1時間くらい。まあ、仕事畑ね。見ちゃう？今回じゃあ俊介が本気で書いた俺どうぞ。でりり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 り。うまくない？モデルの写真見せてよ、モデルの写真。あ、モデルの写真。あ、これこれ。モデルの写真が、この写真を見ながら。これだね。ちょっと、色は全然違うけど。すごいな。めっちゃ似てるやん。自分ってわかる？俺やね、これは。さ、ほくろの位置が。ほくろはね、あの、ちゃんと、ここよ。見逃さずに。でもこういうさ、なんていう？これよく見たらね、うんうん、この背景とかひどいもんよ、うん、とりあえず塗りつぶす。もうね、確かにこれ以上時間を、あお前ごときにはかけれない。ちなみに一応こだわったところとかあるの？なんかこれ見て、うんうん、このショーマのここの分け目の上らへんにあるグリーンモンスター。あ、リトルグリーンメン。あ、リトルグリーンメン。リトルグリーンメンのパンツ、うん、これ俺のパンツなんよ、リトルグリーン、うん、あのディズニーで買った、うんうん、こいつもね、うん、こだわって描きました。ここ俺の顔こだわれよお前。ただこれねまだ未完成なんよ実は。あ、そうなの？ショーマのチャームポイントが見当たらないと思わん？何？ここの惑星。あ、ほくろのこと？この惑星。惑星って言った？あ、間違えた、ブラックホールか。あ、だってないね。そう、ないよ、うん、こんなさ、なんていう小さなほくらは見逃さないのに。確かに一番のチャンポイント。確かにないね。そう、これはショーマに仕上げを。いや、お前だるまの目みたいに、お前。俺のほくら使うな、お前。あの、もうめんどくさいからさ、つまようじかでちょんってしちゃう。まあ、真っ暗やったら多分浮いちゃうから、うんうん、茶色ぐらいでいいんじゃない？ああ、なるほどね。これさ、ちょうどほら、いいぐらいのさ。ああ、いいね。逆の方のやつ。つまようじの逆の方のこれ、うん。これが、あの、俺の計算上、ハンコみたいにしたら大丈夫なはず。かっこいいわ、なんかこれ。普通に絵描きさんに描いてもらった感じやもん、なんか。よく見ると穴だらけやけん、あんまりね、アップしちゃダメよ。ほんと？じゃあみんな行くよ。せーの。できた。打ちました。あー、台無しになりました。デスポジだと思ったけどな。あー、センスが感じられない。ここ。まあでも、完成しました。おー、すげえ。でもいつかね、俺これほくろ手術してやろうかなって思ってるからね。その時またこれ消さなきゃいけなくなる。あー、その時、うん、俺また上から描くわ。え、飾るじゃん、これ。これ、昭和のアンチにプレゼントします。なんでやねん。もう燃やすなり引き裂くなり。アンチにやんなよ。釘でも刺すなり。これ限界飾ろうか。あ、いいねいいね、飾れた、飾ろう。あの、あいつを破棄しよう。あ、いいよ、あいつも破棄する。うん、あいつ燃やそうぜ。やめろ。
楽しかったね。お前何もしてないやん。いやー、俺や、頑張ったの俺やん。あー、いいね、いいね。俺さ、芸術の秋、めちゃくちゃ堪能したけどさ。おー。何の秋よ。俺と言ったら、食欲の秋じゃないっしょ。もう食欲の秋を存分にこの秋楽しもうかなと。今回、ね。毎年、毎シーズン、全シーズン、オールシーズンや。まあ、ということでね、まあ、今回はね、この動画良かったらね、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい、また次の動画、楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次の動画で、じゃーん。